ロシアのプーチン大統領が今日から2日間の日程で北朝鮮を訪問します。金正恩朝鮮労働党総書記と会談し、軍事協力も含めた関係強化について協議するとみられます。ロシア大統領府の高官によりますと、プーチン氏と金正恩氏は明日19日に会談する予定で、戦略的パートナーシップに関する条約に署名する可能性があるとしています。プーチン氏の北朝鮮訪問は今回が2回目で、2000年7月以来24年ぶりとなります。ロシアと北朝鮮はロシアによるウクライナ侵攻以降、関係をさらに強化していて、北朝鮮が武器や弾薬を供給しているとされています。プーチン氏はまた北朝鮮訪問後、19日から20日にかけてベトナムも訪れる予定です。